考えても仕方ないだろうって井口監督の方も井上の方にはよく声かけてるみたいですけどもね。はい、さあそして間もなく始球式が行われようとしています。欅坂46の皆さんが3人1球ずつ投げるという話を聞いております。今泉結衣さん、そして小林結衣さん、そして長濱ねるさんの3名、やはり背番号は46番なんですね。さあそれでは、間もなく始球式1球目、本人たちは3球三振を目指したいですと話をしていました。はい、ということでまず1球目、今泉結衣さんの投球でした。これで入れ替わって今度は小林結衣さんの始球式ということになります。お、これで2球ストライク、追い込んだ欅坂46ということになります。そして最後は長濱ねるさんが決め球を投じると。おー、ノーバウンド来ましたよ。すごいですね。はい、本人曰くは、はい、兄とキャッチボール程度の経験しかないですと長濱さん今最後、はい、ノーバウンドの投球した方おっしゃってたんですが、すごいですね。すごいですね。まあね、こう18メーターですけども、はい、まあ、近く見えますけども、実際あの場所に立つとね、結構遠くは感じると思いますし、はい、まあ、やっぱ緊張もありますからね。このいっぱいのスタンドの前ですからね。これでも